皆さんこんにちは。今日は今まで作ったレゴで街を作りたいと思います。前回作ったトレインのレールではレールが足りないのでレールを買いました。一応に買いました。あと街を作るために道路を買いました。これはゲンタ持ってるんですけど、多分足りないと思うので買いました。それではレゴの街を作ります。今道路をつないでみます。宝作ってるところ、宝囲うんだよ。この中にはね、宝も街にあるもんですか。途中経過です。お宝屋まだ何枚ですか。街には宝屋あるって教えない。クリボー完成。完成しました。奥に駅があって駅の上には氷子さんがいます。大きいです。なんかポリスがいっぱいいると思ったらそこでそこでエンダードラゴンさんまでがいます。どこでも火事が起きていて、レゴショップのベランダにも火が、エンダーのドラゴンがいる世界を工事しています。町の外れにキミーハウスがあります。それでは電車を走らせてみたいと思います。スイッチ。新青森。駅へ到着。駅へ到着します。あまり早くしない方がいいよ。忘れてたから。前回の動画で脱線してたところが多かったんですけど、それはゲンタの作り方がちょっと間違えていました。ゲンタのお気に入りはポリスがエンダードラゴンをやっつけているところ、お母さんが気に入っているところは街の端角。今日はレゴの街を作ってみました。とっても作るのは長かったけど、全部集めるとすごかったです。ぜひ皆さんも集めて作ってみてください。バイバイ、また見てね。ゲンダとじゃんけんいくよ。最初はグー。
じゃんけん。パー！みんな僕に勝ったかな？また次の動画も楽しんでね。バイバイ、また見てね。